敷居が高いイメージから苦手意識を持ち、敬遠されることも少なくないゲームジャンルシュミレーション。しかし一度プレイしたが最後、その世界観にどっぷりハマってしまい、抜け出せなくなる人が多いのもこのジャンルの特徴。勇気を出して最初に一歩を踏み出すことで、新しいゲームの世界が広がります。皆さん、日々のゲームライフお疲れ様です。ワプツーのテッシーです。さて、今回はそんなプレイする人を選んでしまいガチなシミュレーションゲームの中からワプツーおすすめの10本をご紹介したいと思います。初心者の方でも始めやすいような丁寧なチュートリアルが用意されているのもございますので、今回の配信を見てこの素晴らしいゲームジャンルをスタートするきっかけになればと思いますので、ぜひ最後まで視聴していただければと思います。そして今回ももちろんあの企画を実施しております。12月クリスマス月間ゲームソフトプレゼント。番組内で表示されるキーワードをすべてつなぎ合わせて一つの言葉を作り、概要欄の URL より応募いただくと、抽選で1名様にその配信で紹介したソフトの中からお好きなソフトを1本プレゼントします。12月の配信は全部で10回ありますので、チャンスも10回、ぜひたくさんのご応募お待ちしております。それでは行ってみましょう。まず最初にご紹介するのは、競馬好きの方には絶対にプレイしていただきたいウィニングポスト9 2021。本作ではウィニングポストシリーズ初となる5つの返し年シナリオを搭載。選択した年により、初年度入手馬や初年度ライバル馬など序盤の状況が変化するため、プレイヤーの思い出の詰まった時代を再現することができるように。その他にも世界のトップホースたちの活躍に応じて開催される世界最強馬決定戦や、さらにパワーアップした子孫継承システム、新たな配合理論、全兄弟インブリードなど多数の機能も追加されています。最新競馬データにも対応し、ウィニングポストシリーズ最高峰の競馬ゲームを堪能することができる本作です。続いてご紹介するのも同じく競馬ゲームの定番、ダービースタリオン。本作は小さな牧場からスタートし、自身で生産した競走馬を鍛え、レースで賞金を稼ぎ、牧場を大きくしながら経営していく競走馬育成シミュレーションゲームです。シリーズでおなじみの血統や配合理論の奥深さはそのままに、レースシーンのグラフィックやサウンドが大幅にパワーアップ。さらに用語解説やチュートリアルも加わり、誰にでも分かりやすい全く新しいダービースタリオンが任天堂スイッチでプレイすることが可能。発売当初はロード時間の長さから酷評が多かった本作なんですが、アップデートにより改善されています。初めて競馬ゲームをプレイしようかなという方にはおすすめのゲームになっています。続いてご紹介するのは、ファンから長く愛され続けている2つの作品が融合し、全く新しいコンテンツとして爆誕したドラえもんのび太の牧場物語。本作は巨大な体重が印象的なゲームオリジナルの街チーゼンタウンを舞台に、ドラえもんのキャラクターが描く自由気ままなほのぼの牧場ライフが始まります。のび太たちと町の住人との間で描かれる友情、努力、挑戦、絆などをテーマにしたドラえもんらしい心温まるハートフルな物語も必見。もちろんお約束の秘密道具も登場し、牧場生活をさらに快適なものにしてくれます。牧場物語シリーズならではの作物の育成、馬や牛などの動物のお世話などはもちろん、広大なマップ上の探索や冒険、虫捕りなど盛りだくさんの遊びが用意されていますので、独特な懐かしくも温かみのあるビジュアル表現で描かれる本作をぜひプレイしてみてください。続いてご紹介するのは、街づくりシミュレーションゲームが好きな人なら絶対にハマるシティーズスカイライン。本作は Steam で圧倒的高評価を得ている都市開発シミュレーションゲームを日本語ローカライズし、スイッチに最適化したタイトルです。プレイヤーは市長となって道路や線路を自在に施設し、人々が暮らす居住区や職場となる商業区といった区画を指定しながら、世界に一つだけの自分の街を作り上げていきます。自分が住んでいる街をモデルに作るのもよし、架空の理想の街を作るのもよしと、そこに正解はありません。試行錯誤しながら交通整理や区画整理に奔走し、時にはやっぱり次の街を作り直すかなんて心機一転したくなるなど、いわゆるクリアという明確なゴールが存在しないため、この手のゲームが好きな人にとってまさに時間泥棒のゲームとなっています。5本目に紹介するのは、現実と同じ時間が流れる世界で自由気ままな毎日を過ごすシリーズ最新作の集まれ動物の森。本作は動物たちが暮らす土地でほのぼのとした生活を送ることができるシミュレーションゲーム。現実世界の時間とリンクしていて、春には桜の花びらが舞い、冬になると一面に銀世界が広がる。まるで実際に無人島生活を送っているかのような感覚にさせてくれます。島の評判を良くするという目標があるものの、基本的に目的は自由。可愛らしい動物たちと仲良くしたり、理想の部屋を作ったり、観光地として他のプレイヤーをもてなしたりと、プレイヤー次第で様々な遊び方が。今作は寝る時間も忘れて没頭するというよりは、毎日コツコツプレイして、プレイすればするほど楽しくなってくるようなゲームです。忙しさを忘れて日々の疲れを癒したい人におすすめですので、ぜひプレイしてみてください。
続いてご紹介するのは2012年に任天堂 3DS で発売されたルーンファクトリー4がスイッチで蘇ったルーンファクトリー4スペシャル。本作は前作からのリメイク作ということで高画質になり、新モードや新規ムービーなど様々な新要素が追加されています。国を発展させるシミュレーション要素以外にも仲間と冒険をする本格的な RPG 要素も含まれており、正統派ファンタジーの世界を存分に楽しめる本作。また主人公は男女いずれも選択が可能で、将来の結婚相手の候補となる住人との触れ合いを楽しめ、急接近することで恋人としての付き合いをさせることも可能。彼氏彼女の時間を過ごして結婚をし、子供が生まれるイベントなどもあるなど、他のソフトとは一線を画す作品です。7本目にご紹介するのは果てなき戦場のファンタジー、国取シミュレーションブリガンダインルーナジア戦記。シリーズ前作ブリガンダイングランドエディションからなんと20年ぶりとなるブリガンダインシリーズの完全新作。ゲームは6つの勢力からいずれかを選び、ルーナジア大陸の統一を目指すもの。100人以上の騎士たちや50種類以上のモンスターの中から自由に部隊を編成し戦うことができます。6つの騎士たちの奥深い設定と群像劇によって本作ならではのファンタジー世界が描かれている上に、登場する騎士たちが全員フルボイスというのも嬉しい点です。気になる方は体験版もございますので、まずはダウンロードして試してみてはいかがでしょうか。続いてご紹介するのはシリーズ累計900万本超え、ポケット農園シリーズとして任天堂 3DS で展開してきた農業ゲームのスイッチ版ファーミングシミュレーター。本作ではプレイヤーは農場主となり、大規模農場の開拓に挑戦し、自分でリアルな重機の操作をしたり、作業者を雇って経営を行います。さらに進化し続ける大農場の新要素や200を超える重機や農機具、キャラクターメイキングも実装され、性別も男性と女性が選べるように。そしてなんと重機や農機具はレンタルが実装されており、購入前に試運転もできるというから驚きです。新マップには路線があるので列車をうまく利用し、移動や輸送を効率化しながら自分好みに開拓していきましょう。次にご紹介するのはマリオシリーズと UBI ソフトの人気キャラクターラビッツがコラボレーションした作品、マリオプラスラビッツキングダムバトル。本作はいわゆるターン制シミュレーションゲームで、ステージごとに設定された相手を全滅させる、特定の場所にたどり着く、仲間を守るといった目的のために戦います。倒すべきラビッツたちの数は多い上に、こちらはマリオを含めた3人しか使用できないため、頭を使ってしっかりと作戦を立てる必要があります。マリオの世界とラビッツの世界、そして武器によるバトルという一見接点がなさそうな3つの世界がうまく融合されており、新たな可能性を感じさせてくれている本作。しっかりとしたチュートリアルやイージーモード、そしてスキルの自動取得など初心者への配慮もなされているので、シミュレーションを遊んだことのないマリオシリーズファンにもおすすめできる作品です。最後にご紹介するのは2016年ベストストラテジーオブザイヤー賞受賞ほか、数々の輝かしい受賞歴を誇る大人気ゲームが任天堂スイッチに移植、シドマイヤーズシビライゼーション6。本作はターン制のストラテジーゲームで、プレイヤーはローマのトラヤヌスやエジプトのクレオパトラ、日本の北条時宗といった24人の名だたる各国の指導者の中から1人を選んでゲームを開始します。指導者にはそれぞれ固有の能力とユニット施設が設定されており、それを生かした立ち回りを要求されます。自らの文明を一から発展繁栄させ、競合する他文明よりも強大な国家を築いて、誰よりも先に勝利条件を達成することがゴール。勝利条件には政派、科学、文化、宗教の4つがあり、どの勝利条件を目指すのか、そのためにはどう発展させていくのがいいのかなど、文明を発展させていく上でのあらゆる選択肢がプレイヤーに委ねられており、自由度が高くて奥が深いゲームとなっています。一見難しそうに聞こえますが、チュートリアルで始めることもできますので、初心者の方でも楽しんでプレイすることが可能です。さて今回は任天堂スイッチおすすめシミュレーションゲームを10本ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。冒頭でもお伝えしましたが、本当に一度ハマると抜け出せなくなる沼ゲーム揃いで、クリアしても何度も繰り返し遊べるのがいいですよね。皆さんもおすすめのゲームがございましたらコメント欄に記載お願いいたします。またチャンネル登録、高評価、 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。そして最後にプレゼント企画のご応募もお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。